2月14日はバレンタインデー。中国ではチンレンジェといい、ここ数年若者たちの間で盛んになっています。日本では女性から男性にチョコレートをプレゼントするのが主流ですが、中国では男性が女性にバラの花束を贈る習慣があります。この時期バラの価格は5倍から10倍以上に跳ね上がることも。今年はバラの花束と一緒に心のこもったこんな贈り物をする男性もいるそうですよ。それは手作りチョコレート。こちらのお店ではバレンタインまでの期間中、事前に予約するとお店の方が丁寧にチョコレートの作り方を教えてくれます。あ、去年送的项链今天准备自己做巧克力送给他应该他会比较喜欢然后我们这边的客人嘛，基本上是以年轻人为主的，年轻人比较多，像这种公司上班的白领啊，或者情侣啊，或者小朋友也来的比较多的，都是学校带过来的。因为情人节快到了嘛，所以一般男孩子啊女孩子啊，不过不是一起来哦，都是单独过来，对对对，因为想给对方一个惊喜嘛，大概。皆さん自分の作った作品に満足げな様子でした。さらに最近ではバレンタイン当日、ワインを買い求める若者が増えています。人気のワインショップに今年のおすすめを聞いてみました。这个在中国情人节，就是这几年来说，中国的年轻女士比较喜欢这款酒。第一是因为它的瓶贴比较好看，第二是这个价位来说，这个酒其实是一款非常超值的酒。中国では2月14日のバレンタインだけではなく、中国伝統のバレンタインとも言われる7月7日の七夕にも、男性から女性にプレゼントを贈る習慣があり、さらに誕生日やクリスマスにもとなると、いくらお金があっても足りないと嘆いている男性もいるようです。